2022年7月7日、ツイッター上でウクライナ側がアップした動画コンテンツの中に、ウクライナ軍が小型の無人航空機を操作し、ロシア軍の戦車に向かって手榴弾を投下して攻撃する、17秒ほどの短い映像があり注目を集めていたよね。従来からウクライナ側が民生品の各種無人航空機の提供を求めるため世界に発信しており、そうして集められた無人航空機が実際の戦場でロシア軍を攻撃することに役立っていることを SNS で示し、ウクライナ側の支援者の戦意高揚を狙ったものだな。支援者の兵器が活躍していることをしっかり伝えることで、世界への宣伝にもなるもんね。さて今回はウクライナ軍がドローンでの RGB5 で T62 戦車を撃破した時の話について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アップされたツイッター上の映像から、ロシア軍の T62 らしき戦車が止まった状態で、かつ操縦者が出入りするハッチが開いており、上空からドローンによって手榴弾を投下して戦車内で爆発をさせているといったプロパガンダのようなものだったよ。2023年1月にはウクライナ軍の軍事ドローンが塹壕の中に潜んでいるロシア兵18人を標的にして突っ込んでいき爆発するシーンが FPV で撮影されていたね。これが神風ドローンと呼ばれていて、塹壕の中にはロシア兵が18人いたが上空からの神風ドローンに気づいて迎撃する様子もなく攻撃され爆発しているよ。戦争初期のウクライナ軍では、トルコ製の中型無人戦闘機バイラクタル TB2 を有効活用し、ロシア軍の戦車を含む各種車両の破壊に成功を収めていることが大々的に報じられていたよね。バイラクタル TB2 の本来の用途は車両攻撃用の兵装を搭載して任務に従事するだけではなく、戦場での情報収集用として使われており、戦意高揚のために直接的な戦果が誇張された感もあるよな。このバイラクタル TB2 の戦歴を振り返ると、2020年9月に発生したアゼルバイジャンとアルメニアによるナゴルノカラバフ紛争において、アゼルバイジャン軍が情報収集のために使用して多大な成果を上げたことが有名なんだ。実はウクライナも2月24日から続く侵略戦争の発生以前に、東部ドンバス地域における親ロシア派の武装勢力を鎮圧するため、すでにバイラクタル TB2 を投入し、一定の成果を収めていた過去があり、ここでのノウハウを活かした形だと言っても良いだろうね。あのナゴルノカラバフ紛争でのアゼルバイジャン軍の戦況に焦点を当てると、多くの西側の軍事関係者はバイラクタル TB2 が同紛争で戦果を上げることができたのは、アルメニア軍が無人航空機に対処する手段を持っていなかったことが最大の要因だと考えていたよ。このような考え方が強まった理由として、かつてロシア軍はシリア内戦で武装勢力から無人航空機を使用した攻撃を受けたものの、特に大きな被害を発生させることなく無効化することに成功しており、対処法を備えた軍隊には通用しないと思われていたからだね。無人航空機を無力化する手段としては、電子戦システムによる電磁波で飛行そのものを妨害するソフトキルと、物理的に銃弾やロケットランチャーなどによって撃墜するハードキルの2つがあるが、当然ロシア軍は両方備えているとみなされていたぜ。しかし、ウクライナ軍が今もなお続く戦争の序盤に、軍事的推論を覆すかのようにバイラクタル TB2 などの無人航空機による攻撃が戦果につながったのは、ロシア軍側の電子戦装備が不十分だったことが原因と言われても仕方のないことだな。要はウクライナに侵攻したロシア軍の各部隊に十分な数の電子戦装備が行き渡っていなかったのか、あるいは1月の神風ドローンの映像で確認できるような配備されていたとしても見つけることができずに攻撃を受けたのか、その両方が考えられるよ。どちらにせよ、ウクライナ側の攻撃でロシア軍も多数の将官に犠牲を出していることは事実だよね。まあ、将官クラスの軍人が簡単に討ち取られるほどの最前線に赴いていたこと自体が、本来はありえないことだとも言われているな。そうした行動をロシア軍の将官が取らざるを得なかった背景には、ロシア軍の通信がウクライナ側によって妨害を受けていたとの推論もあり、それだとバイラクタル TB2 などの無人戦闘機での攻撃が成功したことも納得がいくよね。一時期はロシア軍が電子戦での劣勢を装備や運用の強化などを見直したことによって大きな被害は出ておらず、ウクライナ軍の無人戦闘機を活用した攻撃が難しくなっていたが、それらの運用戦術の見直しを行い、神風ドローン攻撃の成功につながっているのかもしれないんだ。2022年6月29日、ロシア国防省は YouTube 上にロシア軍が持つ電子戦システム、クラスハ4が稼働する状況を収めた動画を公開しており、これらを使用してウクライナ軍側の無人航空機を無力化して多数を撃墜したと主張していたよ。このクラスハ4は、ロシア軍の最新装備品ではなく、開戦初期の3月にウクライナの首都キーウ近郊でウクライナ軍に露獲されており、このことがより一層ロシア軍の無人航空機に対する態勢を引き下げる可能性も指摘されていたみたい。侵攻当初のロシア軍は、ウクライナの首都キーウや第2の都市ハルキウの陥落を目指し、多方面へ戦闘を展開していたんだけど、その作戦を変更してロシアとの国境線により近い東部のドンバス地域への攻撃に兵力を集中させ、防空網もそれに準じて厚くしたんだと思うよ。今は少しずつ戦果が上がってきているが、ロシア軍の電子戦装備が充実していった以前に、ウクライナ軍は従来のような形での無人航空機による攻撃では高い効果が得られないことを認識しおり、これに比例してバイラクタル TB2 などの戦果報告も少なくなっていたんだろうな。どちらにせよ、ウクライナ軍は侵攻された初期に喧伝したような強い戦果をバイラクタル TB2 で上げられなくなったのは事実で、確かに無人航空機であるため最悪撃墜されても人的な損耗には直結しないが、費用対効果という面で負担が大きいこともあり、さすがに同機を神風ドローンとして突撃させるには限界があるだろうね。なんといっても、このバイラクタル TB2 を安く交渉できたとしても1機当たり1億円以上の導入費用が必要とされており、西側諸国の援助で入手ルートや、製造元のトルコのバイカル社の行為で無償供与される機体があると入っても、簡単に失うことをウクライナ軍は避けていると思うよ。ウクライナ軍は神風ドローン仕様のスイッチブレードやフェニックスゴーストがアメリカから合計数百台も供与されているが、特に前者は対人用レベルというところで目立った戦果は上がっていないぜ。また、ウクライナ軍側の無人航空機の活用の減少とは対照的に、ロシア軍は攻撃ではなく偵察及び監視任務を行う機体として運用しており、開戦初期よりも大量の無人航空機を投入しているらしく、戦場の認識率での優位に立つ可能性が出てきており、情報収集能力も一段と上がっていると見られているね。ウクライナ軍側は、無人航空機を効果的に無効化できる装備が脆弱であるということも指摘されており、これまで同軍が主導権を持っていた感が高かったこの分野においても、一部からは今後の苦戦が予期されているのではないかと言われているみたい。安価な無人航空機で神風特攻を成功させるため、いかにして費用対効果を上げるのか、これが今後の長期化する戦いの優位性を持つポイントとも言えそうだけど、今回のロシア・ウクライナ戦争では民生品の 3D プリンタの活用もされているため、2023年のドローン作戦から目が離せないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。